ペンドラボールに最適なツールポーチがベッセルより新登場。ホルダー部はペンドラボールの収納にジャストフィットするよう斜めにカット。ペンドラボールのスイッチが誤作動することなくスムーズに出し入れできます。通気性に優れ、ペンドラボールの熱上昇を抑える3層メッシュ構造を採用。熱がこもらず、挿したまま充電しても熱くならないので、バッテリーへの負荷を低減できます。落下防止ワイヤーやカラビナなどを取り付けられる D リング付き。金属フックとベルト通しの両方で対応できるツーウェイ装着など、ペンドラボールをより快適にお使いいただけるポーチシリーズです。ラインアップは4種類。ドライバー1本とビット2本がさせる TPH10、 ドライバー2本とペンチ、ニッパー2本がさせる TPH40、 ドライバー1本とペンが3本させるほか、スマートフォンやデジタルカメラ、巻き尺、免許などが収納できる TPB10、 そして 220USB 本体とビット5本、充電のための USB ケーブルと AC アダプターが収納できる TPC10 をラインナップしています。ペンドラボールの活用シーンをさらに広げるアクセサリーも充実。4分の1インチまたは8分の3インチのソケットを取り付けて、ペンドラボールを使ってボルトやナットを回すことができるソケットアダプター。先端にビットを取り付けられるビットアダプター。いずれも底辺10ミリの六角ボルスターが付いていますので、スパナやモンキーレンチで増し締め緩めを行うことができます。ペンドラボールプラスを高所で安全にお使いいただくには、落下防止コードの使用がおすすめ。ベッセルの落下防止コードは、先端部に摩擦や引っ張りに強いアラミド繊維を採用。またコードの本体は二重繊維で、コードの損傷が色で確認できます。木ネジを使用した際の木割れを防止し、ペンドラボールでのスムーズなネジ締め作業を実現する下穴ドリル。一般的な電動ドライバーで使用される下穴切りとは違い、ペンドラボールで効率よく穴開けができるよう逆テーパー形状になっています。ペンドラボールは替えビットも充実。さらに固着したネジの外しや増し締めの際に、スパナやモンキーを使用できる8ミリのボルスターが付いたモデルもラインアップしています。ペンドラボールでいろいろな種類のビットを使用される方には、ボールクイックキャッチャーがおすすめ。ビットの取り付けは刺すだけで自動でロック、取り外しも簡単に行えます。しかもビットを差し込んでいる場合は、簡単なドライバーとしてもご使用いただけます。ますます広がるペンドラボールワールド。ペンドラボールはこれからもさまざまなところでご活用いただけます。